こんにちは、あきこです。今日もインドからお届けします。前回は期待するのをやめるっていうね、動画出した時すごい反響がありましたね。楽ですね、やっぱり期待しないっていうのは。私もずっとやってますけど、こんなに楽なんだなっていうのをすごい感じてます。で、自分がやりたいこととかが出てきたら、それのオーダー出すっていうさ、ことやればいいんだなっていう感じね。で、今日は、人生の目的とか使命とかさ、それもやめてみようかなと思って私がね、で、なんかよくね、目的、自分は何のために生まれたのかとか、目的が何か、なんだっけ、目的とか使命とかさ、やっぱすごいそういうとこ興味あるじゃないですか。何のために、やっぱり私たち何のために生まれてきたのか、どこから来たのかとかね、やっぱルーツになってくるから、やっぱ自分のこうアイデンティティ、自分の持ってるものとかやっぱ興味ありますからね。なんかそういうのって言われたりすると嬉しかったりするんですよね。あ、こういうの持ってんだとか思って。だけど、すごい迷う実はものなんですよね、これって。例えば私ね、お客さんで面白かったのが、よくね、使命をね、これって言われて、それでね、悩んでる人、でもその自分になってないっていうので悩んでる人で、ね、何人も見てきたんですよね。例えばね、あなたは、こういう、なんで、いろんな人たちが集まる場所を作る人です、だからね、そういうとこを作ってくださいみたいな、言われたらしいんで、コミュニティを作るみたいな感じで言われたって言ってて、だけど私のところに来た時に全然コミュニティを作れていないみたいな感じ、すごく悩んでて、それで全然作る気もないしなんか気持ちも盛り上がってこないみたいなね。だけどそうやって言われたから、それを早くやらなければみたいな感じで焦ってて、でやっぱその時にハイヤーがなんて言ってたかっていうと、やりたければやってくださいみたいななんかそういう答えは出てるでしょうみたいな感じだったんですよね。そう、でもそれをなんか誰かに言われたことを自分の使命としてこうやらなければみたいになってる人がいたっていうね、こととか、あとはその地球のことやるとかね、やっぱりこうスターシードだから地球のことやんなくちゃみたいな感じになって、そういうのでこうやっぱり焦ってるというか、あとなんか使命感を持ってやっててとても苦しそうな人とかさ、やっぱそういうのをすごい見てきてて、で、まあ宇宙的に言うと何かっていうと、結局私たちってもう地球にいるだけで使命果たしてるみたいな感じなんですよね。もうだから、まあスターシードだとすると、もう自分の波動が地球に、今の地球に必要だから生まれてきてるっていう感じなんですね。だから要は高次元から来てるから、この自分の波動、まあ要はその自分を生きる、自分の本質を生きるっていうことをしだすと、もともと持ってる高い波動に上がるんですよ。上がるというか、もともと持ってる波動に戻るわけだから、もうそれで地球のために貢献してるっていう感じなんですよね。だからそこで何かをやらなければいけないってことは全くなくて、そう。だけどそこからまたさ、なんか使命だから、やっぱりなんか期待感みたいなところかな、またね、なんかやんなくちゃとか、自分は何かができるはずみたいな感じの、なんかいいんだけど、それを探し続けることがやっぱりすごい苦しい。私もすごい苦しかったし、苦しい人も多いっていうことだね。そうそう。だからそれをね、やめてみるとすごい楽なんですよ。そう。でね、バシャールのやつとかやっぱ見てて、使命っていうことに対して何て言ってるかっていう、自分がやっぱりこうワクワクしてることが使命みたいな、だからそれにそれやってればいいみたいな、好きなことやってればいいって書いてあったね。やっぱり自分がやりたいことやってればいいっていうの、だから、使命とか目的っていうのが外にあるような感じになるっていうのは、自分が何か何ていうの、やっぱり不足感かな、外側になる。だから全て全知全能の神は自分で、宇宙作ったのは自分自身なわけだから、何やったっていいってことなんですよね。自由だっていう、今自分がやりたいことやることが好きなことな、好きなことをやる、まあそれが使命ってことなんですよね。使命といえば使命目的といえば目的、だからそれをやっていれば、自分の好きなことやりたいことを今やっていれば、それが
糸のようにつながってって結局それが後付けで使命とか目的になってるっていうような感じだったかな確か。そうだけどこれをさなんか例えば自分の感覚で今やっとさなんかこう好きなものこういうお茶飲むのが好きとかこういう音楽が好きとかぼーっとしてるのが好きとかこう走ってるのが好きとか少し自分の感覚が出てきてる時に例えば自分の目的はじゃあこれだとかさあれだみたいな感じで外側に何かをこうなんて言うんだろう、目標みたいなのを決めちゃうとするじゃない。そうするとそこになってない自分との分離が起きちゃうんですよね。今は自分のやっと感覚が出てきてるのにここまでのねえ、じゃあ私だとすると地球のことをやらなければみたいなやることが使命って言われるとするんじゃない。だけど私は今お茶飲みたいとするじゃん。そうするとここのお茶の、ま、飲みたいだけど地球のことやんなくちゃみたいなここの、 差ができてきて苦しいんですよ。で やらなくちゃでもお茶飲みたいでも やらなくちゃじゃあ やらなくちゃの方をさ優先させようとするとするとどんどんこのね今やりたいことがおろそかになって自分の感覚がずれてきちゃうんですよね。そうここわかるかな、うん、だからじゃあ何やればいいかっていうと自分のやっぱお茶このお茶飲む今飲みたければお茶飲んでるとやっぱインスピレーションとか来るんですよ。そうね、そういう感じのこういうやりたいことをやってれば要は勝手におのずと自分のやりたいこと好きなこと、うん、そっちの方に向かってるっていうのかな感じになるっていう。だからその興味があること好きなこと面白そうなことみたいなその自分の感覚が要は羅針盤っていうか方向を教えてくれてでそれによってそれを一歩一歩進んでいくと道ができてくるみたいな使命の道に自分が進んでいくってことだからそれは自分で掴んでいくしかないんですよね。自分にしか分かんないっていうのだから何でもいいってことなんですよ。要は 目標とか目的とか使命とかっていうのは要は何でもいいよ。もうここにいる時点で全てのなんていうの使命果たしてるみたいなやっぱ感じになるみたいだね、うん、そうかなと思ってたけどやっぱそうみたい、うん、だどうしてもやっぱり外側から言われたこととかっていうのは参考にする程度はいいと思うんだけどね。私のお姉ちゃんのが面白かったよ。なんだったっけな、ダンスって言われたんだよね。アルクトゥルスヒーリングやってんのにダンスって言われてえみたいな、ダンスが使命ってさ、って感じだったけど、だんだんでもダンスが使命というかなんかやることみたいに言われて、ってなんかその時すごい自分で、うん、でも今はなんだろう、なんとなく自分では腑に落ちてんのかな、うん、いずれそうなんのかもしんないけど、まだそうなってないわけじゃん、私のお姉ちゃんとかだと、だから。これを探さなくちゃとかなってると苦しいけど、自分の今やりたいことを一歩一歩進んでて、いずれそうなるのかもしれないし、ならないのかもしれないしっていう。でも今は自分のペースっていうのを大事にしてるから、やっぱもう先に言われちゃうと、そこまでの差っていうところで急ぐ気持ちとかが出てくるのってわかるんじゃないですかね、このあたり。うん、そうだからね、やっぱここを期待しないっていうのと一緒で、使命探さない目的生きる目的も果たしてますみたいな感じになるとすごい楽なんじゃないかと思いますね。私もだから今やりたいこととかいっぱいあるんだけど、これはねやっぱやりたいって思う、面白そうだなって思うことをやるみたいな感じですね。いや面白くなんだろうな、やらなくちゃとかなんかこう小手先のテクニックみたいなやろうとすると頭痛くなっちゃうんだよね。もう感覚で、まあワクワクとかなのかな、やりたいとか面白そうっていうのだったらできるんだけど、そこのじゃない部分はやっぱできないな、動けないな、うん、それがさなんかやりたいこと面白そうなことやってるときっとこれがなんか使命みたいになったり目的になったりするのかもしれないけど、そんなの後付けなんですよ。他の人に何と言われたって自分のその感覚に進むことしか道はないというかさ、迷いたくないじゃん。今まで迷ってきたから迷いたくないんですよね。私とか何だったっけな、なんか経営者になるとかさ、会社の何だっけ、会社作るとか、なんか人を導くとか、なんか何だったっけな、たくさんの人たちをこう何レベルアップさせるみたいな、なんかそういうようなこととか言われたことあったかな、うん、でもさそれやろうとすると面白くないんですよ全然。
そういうとこに適性があるのかもしれないけど、面白くないじゃないですか。全然なんか硬いし、うん、でもそこにやっぱり自分が面白い楽しいっていうところの気持ちが、要はその何て言うの、パッションとして動き出す原動力は自分のこの感覚だから、外から何か言われたものに対して、あれやんなくちゃこれやんなくちゃっていうところで私何年前だっけな、これすんごいやっぱりそこで やろうみたいな、なんか会社を経営してとか思ってた時は全然うまくいかなかったもんね。うん、今はだからなんか気楽なんですよ。すっごい気楽にやってるから、なんかいろいろうまくいっちゃってるって感じね。うん、いいんじゃんみたいな、会社経営なんかやってみたいななんか誰かやってみたいな感じで人に頼むこともできてるけど、なんか使命みたいになってた時は自分でやんなくて全部やんなくちゃみたいな感じで、もう力がすっごい入って全然面白くなかったんだけど、今は人も頼れるし好きにやってみたいな感じでやってから、まあ、みんなに手伝ってもらってやってるみたいな感じ。そうそうそう、だからまあ本当みんな自分のね、感覚、もういるだけで使命果たしてたり目的果たしてるっていうのがあるみたいですよね。そうだから外から言われる、なんかそこを探すのをね、もうやめるっていうのをやってみると結構自分が楽になると思います。私はなんか楽、自分が楽だからもう全然探さないですね。目的も使命も探さない、自分の感覚でやりたいことをやる、面白いそうなことや、面白いで、そうだそうだ、バシャールのやつに書いてあったのは、やっぱり自分が楽しんでたり面白いこと、面白いと思っていることやってると、それがすごい光を放ち出すみたいなんですね。自分が要はその自分の魂と直結するから、楽しいっていうのが道だから、そう、楽しいこと、好きなこと、あとは何だろう、興味があることみたいな、それが道みたいなんですね。それやってると自分がやっぱ光を放つ、本来の自分として楽しんでるわけだから、そう、そうするとその光とかがやっぱり他の人も楽しくなっちゃって、おのずとかの自然に大きくなっちゃうみたいな、なんかそういう感じになるみたいなんですよね。はいなんかね、よかったら参考にしてみてください。私の一つの、まあ、意見であって感覚的な部分だから、絶対では全然ないんですけど、楽にね、いかに楽に生きるかっていうことが大事だと思うから、よかったら参考にしてみてください。ではでは。